木の実から取るロウを使うんです。まあハゼっていう魚はおるんやけども、これはハゼの木っていう 木なんですけどね、この木の実から取るロウがこれなんです。これないね、それがこれになったんですか。このロウがね、九州、四国、近畿地方のからこれ送ってくるんです。はい、私のこの辺では取れませんからね、はいはい、送ってきます、はい、でこのロウでこういうロウソクってみんな作ってあるんですわ。和ロウソクはねこれで作ったんです。さっきのあの実からこれを作ったんですか。でこの実からねロウが取れるんですわ。なんとでこれはね結局あのこの辺にはほとんどないでね、あのちょっと無理なんだけども九州四国近畿地方の方からねその送ってくるロウを取る方があるんですわ。そうやってでその実から取ったロウがこれですわね。でこれで日本中の手で作るロウソク和ロウソクはこれで作ってあるんです。だから和ロウソクは結局植物のものを使っとるってこと。ああなるほど。でここがポイントです。あ西洋ロウソクは石油系、あパラフィン、だからすすが違うんですね。そのすすのね成分が違う。だから西洋ロウソクの方がすすが多くなるってこと、はい、でスス気が強い。で和ロウソクはすすが少ない、はい、だから仏壇の金箔が汚れにくい。なるほど、ここが一番いいところでね。でこのロウがここで溶けてます。でこうやってここで溶けとって、そして赤い色がね、赤い色がこの中に今一緒にね一緒にここで溶けてるんです。でその赤い色のついたロウを今白いロウソクの表面にかけるという方法なんです。つけ込むんじゃなくてかけるってことですから、こうやって、溶けたものを尺ですくってでここにかけてやるんですね、白いロウソクの表面にね。でするとこのロウがここにくっつくんです。でロウっていうのは固まりますので、でこうやってかけて、本当にねこれ早いんだけども10秒くらいの間でロウというものは固まるんです。え、はいはい、もういいのね。ロウというものは固まる、もう握っても大丈夫で、ロウというものはこういうものなんです。だからロウがこんなに早く固まるんです。だから大体一般の方もね分かるのはロウは固まるんだってことは分かるんです、うん、だけどもこんなに早く固まるってことはまあほとんどの方は知られませんわね。うん、本当に10秒ほどです。ここは今温めてあるんですか。これは今ねあんまり熱くなるとこっちがやられるでね、だからここから今下ろしてんですわ。でここに火があるんですから、でここにずっとかけとるとこっちは熱くなってしまいます。するとここ溶かすんやね。でここ溶けたら困るからあんまり熱いと良くないからここに今下ろしてんです。でこれがだん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 こう冷めてきますわね。冷めてくるとまた固まるんだからまたここにかけてやるんです。なるほど、ね、温度調整せんなら。ですから和ろうそくはすすが少ないんだと、ね、すすが少ないんだと。そしてオーガニックだ、ね、手で作ったものは型にはめたろうそくより横にろうが流れずに燃えるから長持ちするんです。結局西洋ろうそくはろうが横にね火をつけるとダラ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 ダッと流れますね、西洋ろうそくっていうのは。ところがこれは横流れがないんです。全部燃えるってこと。だから和ろうそくはとっても長持ちをするってこと。それから風が吹いた時にそれは芯なんです。で風が吹いた時にねお墓参り行くと分かるんだけども、お待たせしました。この芯がね、ここに入ってるんです。ありがとうございました。ありがとうございました。この芯がここに入ってるんです。うん、だから、この芯は木綿の糸じゃないんですね。西洋ロウソクは木綿の糸やね。だけども、これは木綿の糸じゃないので、お墓参り行った時、風に消えにくいんです。え、これ何で？うん、あのね、これね、うんまあ、ちょっとまあ持ってみてください。持つ。ものすごい軽いんです。わー持って、ね、ものすごい軽いんですね。で軽いんやけども、うん、すごくいいもので作ってあるんです。シル